皆さん、こんにちは。E パーティシャーラーへようこそ。私は国立国語研究所のプラシャント・パルデシです。日本語と世界の言語、特に南アジアの言語との対照研究を行っています。よろしくお願いします。この講義では、ペーパー02、日本語学、モジュール30、第二言語習得という研究分野についてお話しします。第二言語習得はどのような研究分野なのか、それについてお話をする前に、まず第二言語とは何かを説明します。それから第二言語習得はどのような研究分野なのかについて解説し、日本語を第二言語として学ぶ学習者が話す、あるいは書く日本語についてお話しします。学習者が使う日本語は、日本語の習得研究に欠かせない貴重な研究データです。学習者のデータを集積して、構築されたデータベースやコーパスを紹介します。最後に、この講義の内容をまとめます。では、第二言語とは何か見てみましょう。第二言語とは何かを第一言語と対比しながら確認しましょう。第一言語という用語は母語を意味します。母語とは我々が生まれて一番最初に習得する言語です。そのため、第一言語とも言われます。一方、第二言語とは、母語より後で、2番目以降に学習する言語です。第二言語と外国語という用語は、学習環境の違いによって区別される場合があります。例えば、皆さんは、日本に行って、日本で日本語を学習する場合は、日本語は第二言語と言われます。しかし、インドで日本語を学習する場合は、日本語は外国語と言われます。このように、学習環境の違いによって、あえて外国語と第二言語という二つの用語を区別する場合がありますが、それ以外の場合は、一般的には外国語と第二言語を区別しないで、両方まとめて第二言語と呼びます。第二言語は学習者にとって学習目標である言語でもあるため、目標言語とも呼ばれます。それでは、いよいよ本題の第二言語習得論、あるいは第二言語習得研究とは何かについてお話しします。第二言語習得論、あるいは第二言語習得研究とは、我々が第二言語をどのように学習していくのかを科学的に研究する学問分野です。具体的に、この研究分野は、学習者が学習の過程でどのような誤用を引き起こすのか、その誤用にどのような要因が関わっているのか、第一言語の習得と第二言語の習得のプロセスは同じなのか、それとも違うのか、違うのであれば、どのように違うのか。学習の環境は、学習過程にどのような影響を及ぼすのか。などといった研究課題を追求し、第二言語の学習過程を明らかにすることを目指しています。先ほどの説明で、誤用というキーワードが出てきました。誤用について
考えてみましょう。第二言語を学習する過程において、学習者は学習目標言語で様々な誤りを規則的に繰り返します。学習者によって規則的に繰り返される誤りを誤用と言います。目標言語を習得していく過程で誤りは必然的に起こるものでもあり、避けて通ることができません。それでは第二言語習得論という研究分野はどのように発展してきたのか、その変遷について見てみましょう。1940年から50年代頃から学習者が外国語を上手に使えるようになるために誤用を最小限にとどめることを目的とした教育方法を開発する研究が行われるようになりました。学習者の誤用を分析し、誤用の原因を探る研究の流れを紹介します。この研究の流れの3つの柱は、対象分析、誤用分析と中間言語分析です。それぞれについて解説します。では、対象分析から始めましょう。1940年から50年代頃は、学習者の誤用は、学習者の母語と目標言語間の異なる部分が原因で引き起こされると考えられていました。つまり、学習者の母語と目標言語の間で共通している部分は学習者にとって習得しやすいものであり、学習者の母語と目標言語の間で異なる部分は習得することが難しいと考えられていました。そのため、学習者の母語と目標言語を比較して、2つの言語の間の共通する部分と異なる部分を明らかにする研究が盛んに行われました。このような研究は対象分析と呼ばれています。しかし、その後、学習者のすべての誤りが学習者の母語と目標言語の違いによって引き起こされるというわけではないことが明らかになり、対象分析だけでは十分ではないと考えられるようになりました。具体的な例を考えてみましょう。日本語では、いい形容詞とな形容詞の否定形の作り方が違います。いい形容詞の否定形は、美しくないのように、いい形容詞の語感、プラスくないであり、な形容詞の否定形は、きれいではない、きれいじゃないのように、な形容詞、プラスではない、じゃないです。学習者はこの区別をせず、な形容詞の否定形の作り方をいい形容詞にも当てはめ、美しいではない、美しいじゃないのように誤用を起こすことがよくあります。この誤用の原因は学習者の母語の構造とは無関係であり、母語と目標言語の違いだけでは説明できません。コーダ1967は、学習者の誤用を分析し、その原因を探るという新しい研究方法論を提案し、それ以来、言語習得研究の手法は、対象分析から誤用分析へと変わっていきました。それでは、誤用分析という研究方法について見てみましょう。
学習者の御用には母語が原因の御用に加え、母語とは無関係な御用も含まれます。母語が原因である御用を言語間の誤り、母語とは全く関係なく習得の過程で起こる御用を言語内の誤りと呼ばれます。しかし学習者の御用を分類することはかなり難しい。さらに学習者が自信がない形式を使わない、つまり回避することもしばしばあります。御用分析では学習者が実際に起こす誤りを分析することは可能であるが、学習者が苦手な形式をそもそも使わないという回避の問題に対応することはできません。御用分析の限界を踏まえ、1970年代半ば以降は学習者の御用だけではなく、学習者が正しく使っている西洋も含めた学習者の言語全体を分析の対象とする中間言語分析という研究方法が提案されました。それでは中間言語分析という研究方法について解説します。シェリンカは木曜言語の習得過程の中で第一言語、つまり母語が異なる学習者が共通の語用を算出することを指摘しました。このことからシェリンカは第二言語学習者には母語に影響をされない共通の言語体系が存在することを主張しました。学習者の頭の中で独自に作られ、学習者特有の目標言語の体系のことをセリンカが中間言語、インターランゲージと呼んでいます。学習者が使う目標言語の体系、つまり中間言語は、学習者の母語の体系とも違い、目標言語の体系とも異なる学習者の母語と目標言語の中間のどっかに位置する言語体系です。学習者は中間言語の体系を常に修正していきながら目標言語の体系に近づいていくと考えられています。近年は中間言語という用語もその実態の曖昧さも疑問視されています。最後に、言語習得研究のキーワードの一つである転移、トランスファーについて説明します。一般的に転移とは、以前に学習したことが後から学習することに影響を及ぼすという現象です。学習者の母語の知識が目標言語の習得に影響を及ぼす場合が多々あります。この現象は言語転移と呼ばれ、プラスの影響とマイナスの影響の両方が考えられます。母語の体系と目標言語の体系が似ていれば、それが学習にプラスの影響を及ぼす可能性があります。これを性の転移と言います。逆に母語の知識が目標言語の学習の妨げとなる場合を負の転移と呼びます。負の転移は学習者の母語の知識にのみ限られたものではなく、学習者が知っている他の言語からの転移の場合もあります。
さて、ここまでは第二言語習得論について見てきました。次は学習者が書くあるいは話す日本語のデータを集めて構築された学習者コーパスについてお話しします。学習者が使う日本語は日本語の習得研究に欠かせない貴重な研究データです。近年、さまざまな学習者コーパス、データベースが構築、公開されています。スライドに出ている国立国語研究省のコーパスデータベースのサイトから4つの学習者コーパスを無料で利用できます。それぞれのコーパスとその利用条件について順番に紹介します。中国語、韓国語、母語の日本語学習者縦断発話コーパス、略称 CJAS、Corpus of Japanese as a Second Language についてお話しします。このコーパスは中国語母語話者3名、韓国語母語話者3名、計6名の日本語学習者を3年間縦断的に調査し、データを収集した発話コーパスです。CJAS は利用申請が不要です。スライドにあるアドレスからアクセスをしてすぐ使えます。次は多言語母語話者の日本語学習者横断コーパス、略称は IJAS、インターナショナルコーパスオフJapanese as a second language を紹介します。このコーパスは多言語母語の日本語学習者横断コーパスです。日本語を含む20の国と地域で異なる12言語を母語とする日本語学習者1000人の話し言葉および書き言葉を収集しています。そのうち450名の学習者のデータを2017年8月現在公開しています。IJAS は利用申請が必要です。利用申請を出して正式に利用者として登録が行われ、その後利用できるようになります。続きまして、日本語学習者による日本語母語対象データベースを紹介します。日本語学習者が同一の課題に基づき、日本語および自分の母語によって行った言語表現を対象可能な形でデータベース化したものです。参考資料として、日本語母語話者が同一の課題に基づき、日本語で行った言語表現のデータも収録しています。このデータベースは利用申請が不要です。スライドにあるアドレスからアクセスしてすぐ使えます。最後に、テラメラ誤用例集データベースを紹介します。このデータベースも利用申請が不要です。スライドにあるアドレスからアクセスしてすぐ使えます。このデータベースについて少し詳しく説明します。テラメラ誤用例集データベースは寺村秀夫長の研究報告書、外国人学習者の日本語誤用例集1990をそのままの形で画像データにした PDF 版と、現著に品詞や国籍などによる
さまざまな検索機能を付加したデータベースで構成されています。PDF 版は自由にダウンロード可能です。データベース版はオンラインでの検索のみ可能です。データベース版は品種や国籍などによるさまざまな検索機能を付加したデータベースです。スライドに出ている例では3つの条件、つまり品種は動詞、学習者はインド人、作文はすべての種類のものを組み合わせて検出された結果です。スライドにあるアドレスからアクセスして使ってみてください。今まで紹介した4つの学習者コーパス以外の学習者コーパスもあります。これらの学習者コーパスデータベースはスライドに出ているリンクの4節目で紹介されています。ぜひアクセスしてみてください。学習者コーパスは日本語学習者の習得研究に大きく貢献するものであるとともに、学習者の日本語使用を日本語母語話者の日本語使用と比較することにより、日本語の分析にも活用することができます。学習者が使う日本語は、日本語の習得研究に欠かせない貴重な研究データです。皆さんも先ほど紹介した学習者コーパスを使って分析してみてください。最後に、この講義のまとめに入ります。この講義では、第二言語習得論、つまり我々が第二言語をどのように習得していくのかを科学的に研究する学問分野について解説し、この分野の研究方法の今までの流れを振り返りました。続いて、第二言語学習者が使う話し言葉や書き言葉のコーパスやデータベースを紹介しました。コーパスを利用することによって、さまざまな言語現象を研究することが可能となります。以上をもって、この講義を終わります。ご清聴ありがとうございました。